基礎が分かってなかったので、人に教えるっていう仕事を選ぶことができなかったっていうところが一つ目です。音色の作り方っていうのをどういうふうにしたらいいのかっていうのが分からなかった。人と比べてしまったりとか、諦めてしまってたっていうところがありました。トレーナー養成講座が始まる1ヶ月前に、実践セミナーを自分の弾けない曲を持って行って見ていただく場面があったんですね。でそこで弾いてアドバイスをいただいたときに、すごく具体的なアドバイスだったんです。こういうふうにしたら治るよっておっしゃっていただいて、それが何ていうか目から鱗だったというか、具体的にどういうふうに指を使うとか腕をどういうふうにしたらそれが実現できるのかっていうのは教えていただいたことが全くなかったので、それに驚いたんですね。それがもし分かれば自分もできるかもしれへんなっていうか、可能性を感じたっていうか、人生変わるかもじゃないですけど、ずっと自分はピアノの先生やりたいなと思ってたので、それが実現するかもしれないなっていう可能性を感じました。いろんな音が出せるようになりました。私はモーツァルトのね、キラキラしたこう真珠がこう飛んでるような音をすごく出したいって昔からずっと思ってたんですけど、なんかそれが実現できた、指の形が変わったっていうことにすごく驚いたんですけど、私右手も左手も薬指の第一関節が中側に入ってしまってて、自分はずっとそれが当たり前っていうか、あ、指ってこんなもんやって、ピアノ弾いてたらこんな風になるんやって思ったんですけど、実はそれは引き癖でまっすぐになってることにすごく驚いて、それは直せるんやなっていうふうに感じました。ピアノの先生の仕事を始めようって決心できて、ピアノを教え始めることができました。多分そのままだったなと思います。自分にはピアノを弾く才能がないから無理やなって、弾ける人ってバーって弾けちゃうので、それができないっていうことは自分にピアノの人生はなかった。自分の好きな曲はもう弾けないんやなっていうふうに感じてたと思います。もう諦めちゃってる方とか、ピアノを指導するときに生徒さんにどんな風に指導したらいいんやろうって迷っておられたり悩んでおられる方にぜひ知っていただきたいなと思います。すぐにはねできないかもしれないですけど、積み重ねていったら正しい方法でやっていれば必ず花開く時が来るので、それを信じてやっていけると思うんですね。正しい方法というか、基礎ってこういうものなんだっていうことをぜひ知ってもらいたいなっていうふうに思います。ピアノってすごく感覚で弾くものだって私も思ってたんですけど、実は理論的にアプローチすることも可能というか、その両面がないとできないんだなっていうふうに今は感じています。生徒さんにね、教える時も、理屈ではこうだよって言葉で説明しながら、こんな風な感じになるんだよっていうのを実際に見せてあげたりとか、生徒さんの手の上で実践することで感覚でも感じていただけるので、両面からアプローチできるっていうことで、すごく分かりやすいと思います。今まではそういうものに出会ってなかっただけだなっていうふうに思うので、ぜひね、自信を持って私はおすすめしたいなと思います。ご自身の可能性って無限にあるっていうか、正しく努力すれば、実力はついてくるものだと思いますし、自分のねピアノの人生を変えていただきたいなっていうふうに思います。